みんな参考にちは。ウマ娘という馬ゲームをやってる。このゲームの仕組み、ランダム的な変数多すぎて、ちゃんと理解するのは難しい。そして、正しい認識上の攻略なんて、なかなか見つけない。下級杯的な力技以外かもな。さて、いきなりですが、みんなに質問です。この5人は URA 中距離決勝の上位です。彼女たちの順位を当ててみましょう。ちなみに、スカーレットと鈴鹿は逃げ、タマモクロスとオグリキャップは先行、ウイニングチケットは差し。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。回答は、1、スカーレット。2、ウイニングチケット。3、タマモクロス。4、オグリキャップ。最後はなんと、鈴鹿です。驚きました?一見、能力値は大体 C ランクですが、鈴鹿のスピードとパワーも B ランク。それどころか、スカーレットとウイニングチケットのスタミナは D ランクしかない。スカーレットの長けているところは、スピードが60のリードと、スキルの多さ。実際のところ、常時、発動スキル2つと早手文字だけ発動しました。気になるのは、鈴鹿は、スタミナ切れたっぽいのところ。早速レース実況を見てみましょう。ソ連鈴鹿に注目です。行くわよ。晴れ渡る空の下行われる京都レース場芝 2400URA ファイナルズ決勝、18人の馬娘たちが挑みます。現在1番人気はサイレンス鈴鹿、この評価は少し不満か。2番人気はこの子マンハッタンカフェ、注目のグランプリ馬娘ダイワスターレット、1枠1番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはダイワスターレット、16番サイレンス鈴鹿、期待通りの結果を出せるか。1番人気サイレンス鈴鹿、ダイワスターレット快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。長丁場のこのレースですが、ダイワスターレット早くも先頭に躍り出た。続いてサイレンス鈴鹿、早くも激しい競り合い。それを見るように16番内を回ります。7番外、18番、そして内目を突き出してはタマモクロス、その外並んで13番。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。前から大きく開きました。間延びした展開です。各自自分のペースを保っているようですね。現在1番手はサイレンス鈴鹿、ダイワスターレット続いている。そして7番、それを見るように16番、2馬身3馬身開いて18番、後からタマモクロス、そしてその外から行ったのは13番、1馬身差オグリキャップ、その後ろ14番、向こう正面に入って先頭から進撃までおよそ15馬身。先頭は相変わらずダイワスターレット、続きました16番、3番手にはサイレンス鈴鹿、少し後ろから7番、外から外から18番、1馬身離れてタマモクロス、1馬身差13番、2馬身離れてオグリキャップ、その後ろに14番、そしてその外から行ったのはハッピーリーク、そのうち並んで3番、残り 1000m を通過、ウイニングチケット、外から行く、外から17番、5番、追走成田大臣並んできた、1馬身差8番、後方2番手に6番、マンハッタンカフェ最後方だ。意気揚々と先頭行きます。ダイワスターレット、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。400を切りました。最終コーナー、先陣を切ったのはダイワスターレット。ダイワスターレット、強い、強すぎる、完全に抜け出した。残り200、ダイワスターレット、このまま最後まで行ってしまうのか。ダイワスターレット、足色は衰えない。ダイワスターレット、リードは3馬身。ダイワスターレット、1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制したダイワスターレット。 URA
ですか？途中差し場の誰かが回復スキル発動しましたが、鈴鹿もスカーレットも回復ところ見当たらない。そして鈴鹿は最終コーナー前にスタミナ切れた。鈴鹿がかかり発生してない仮定して、結論は一つ。スタミナ C、根性 C でも中距離の逃げだと普通にスタミナ切れます。ただスカーレットが切れてないのはおかしい。やはりあの2つの緑スキルかな。もう一つ気になるのはスタミナ D でも勝てるのことです。ウイニングチケットも回復なしスタミナ D で2位取っています。スタミナ低い俳優性なんて考えがたいので、そして逃げ差しも関係なさそうで、やはりスキルかスピードの原因かな。最後言いたいのはスタミナと根性のことです。ラスパートは明らかにスタミナ依存少ない感じ。代わりに根性しあれば逃げじゃない限り大体走れる。さて今回の分析得られることは、1、常時発動スキルは強いらしい、特にバンバ適正スキル。2、ラスパートはスタミナより根性が重要らしい。中距離の場合スタミナ D、根性 C でも勝利可能。3、やはり謎だらけ。それではそろそろ終わりにしまし。みんなの分析どうですか？ババスキルはみんなに同じく強い？あなたの NPC 鈴鹿能力は違う？何か発見あればコメントに書き込み大歓迎ですよ。また次回。さようなら。